問題 A、2023で終わる文字列が入力される。末尾を2024に変えて出力しろ。最後の文字を捨ててから4をつけて出力。もちろんもう少し素直にやってもいいぜ。まあ、Python だと少し変なことになるが。文字列の中の文字をいじれないんだよね。いじりたかったら、リストに変換して後で文字列に戻すぜ。この問題に限らず、コードは説明欄に貼ったから、コピペしたければどうぞ。ちなみにこの問題の原案は私。明けましておめでとうございます。問題 B、整数 N が入力される。0以上の整数のトリオであって、我が N 以下のものを、辞書順に全て出力しろ。辞書順の意味はこの例から察してほしい。N は小さいぜ。普通に30ループを書いて、0から N までの数のトリオを全部出力すると、勝手に辞書順になるね。これに if 文を挟めば完成。ところで、この問題って何がしたいの？ N が21だとトリオが2024個あるぜ。一般に、トリオは N プラス3チューズ3個ある。証明は視聴者の課題とするぜ。問題 C、体が N 個のパーツに分かれた U がいる。これがドラゴン。パーツ1が頭。これから頭が上下左右に動く。頭が動くと、残りのパーツもそれに従う。この途中で、パーツ3の座標は？などと聞かれるので、答えろ。ただし U は長くてコマンドも多いから、真面目に動かすと時間切れになるぜ。頭だけ動かせばよくない？他のパーツは頭についてくるってことは、頭がいた場所をなぞるだけで、頭がいた場所を全部記録しとけば、例えばパーツ3は頭が最後から3番目にいた場所にあるね。頭以外の初期位置を足す必要があるけどな。コードでは、座標の履歴を配列にして伸ばしてけばいいぜ。問題で、さっきと同じような体の構造をした U がいる。奇数 N が与えられるから、中央に穴の開いた N×N の正方形上にパーツを配置しろ。隣り合うパーツは縦か横に接していないとダメで、パーツが重なったり中央以外に穴があったりしてもダメだが、それを守れば何でもあり、N は最大45で、ちなみにその時2024パーツある。素直に左上から始めるよ。右、下、左、右、下、上、できた。実装では、4方向の移動を無理にまとめない方がいいだろう。ちなみに、このコードでは左上隅のもう一つ左から始めるぜ。問題 E、向こうグラフがあり、拡張点に数が書かれている。向こうって言いながら矢印に向きがあるよ。辺は、書かれた数が小さくなる方向には通れない。頂点1から頂点 N まで行きたい。その途中で、最大で何種類の数を通れるか？そもそも行けないかも。その場合は答えを0とするぜ。グラフは大きい。とりあえず、同じ数同士の移動はなしで、大きくなる方にしか動けないことにしてみるよ。そしたら普通の動的計画法の問題になるね。この時のグラフがダグってやつだな。基本的には動的計画法はダグでしかできなくて、元の問題のグラフはダグじゃないが、どうするか？同じ数を何度も通っても得点は増えないから、同じ数がくっついてるとこは潰して一つにまとめれば、ダグになって、DP できるね。連結成分をまとめるには本来は DFS で十分だが、ユニオンファインドの方が便利かもしれないぜ。問題 F、N 個のマスが一列に並んだ盤面で、スゴロクのようなことをする。はじめ、コマは左端のマス1にある。次の移動を0回以上繰り返す。今いるマスに書かれた数の倍数 X を選び、X マス右に進む。0マスはダメ。いつでもやめていい。さて、コマが取れる経路は何通りあるか？ N もマスに書かれた数も最大20万だぜ。制約を見なかったことにすると、本当に普通の動的計画法で解けるね。DPI をマス i にいる時の今後の経路の数とかにすれば OK。もちろん、盤面が1だらけだったりすると N の2乗時間かかるな。でも、大きい数だらけだったら実はこれで間に合っちゃうね。ってわけで、大きい数のマスの計算はこのままいくよ。小さい数については、例えばマス番号を5で割ったら3余るマスの DPI の合計、とかを持っておいて、それをぶつければ終わり。で、大きいか小さいかの境は？まあルート N かな。そうか、相乗平均の不等式ってやつだな。よかったらチャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。